こんばんは、ティモンさんです。体調を崩しておりまして、何も取れませんでした。こんばんは、ということでね、やっていくわけですけども、現在我がチームは首位と、なかなかね、好調な、感じでございます。さあ、6月ですな。小牧が絶好調、投げさせてみようか。んで、あ、坊やも絶好調、投げさせてみよう。今見たら、米村が実は、現在首位打者らしいですね。やっぱ首位打者が2番にいるのはすごく強いですね。さあ、どうしようかな。坊や。坊やの絶好調使いたいけどな。なんか使いたいな。ちょっとこうするか、今日は。で、竹富マンもね、今、1本差でリーグ2位のホームラン数らしいです。ゴー！なるほどね。なるほど、なるほど。そういう日もあるわけだ。はいはい、OK です。さあ、首位が陥落しました。まあ、でもまだ6月なんでね。この時点で首位ってのがちょっと異常な状態ですから。さあ、今日は矢島作戦ですな。いけるかな？まあいいや、行ってみよう。西海をね、どうにか使いたいけどね。なかなか、この成績の高卒ルーキーで、あ、ルーキー2年目か。で、使ってもらえないっていうのがちょっと悲しくはあるけども、しょうがないよね。チームの状況的に。ゴー！おう！おい！作戦！頼むぜ、作戦。さあ、連敗です。阪神戦連敗を喫してしまいました。オールスターはかなりいろんなやつが選ばれてんじゃないかな、今年。どうだろうか。さあ、巨人に1ゲーム差つけられた。ここはもう佐竹さんに任せるしかない。ゴー！おい！おい！点が入ってないぞ。どういうこっちゃい。さあ、3立て食らいました。3立て食らって首位陥落と。つけられたね。ちょっと勝たなきゃいけないね。ちょっと油断できないですね。ちょっと本当に首位になりたいですよ。そろそろ1位を取りたいんだ。今日は岩谷さんでいくか。7勝4敗。なんだかんだ勝ち星を上げてる方なんだ。三上。3本4打点。ほぼホームラン。マンガな。もうちょい打ってくれりゃ。おい。マジか。何この試合。何この試合マジで。気持ち悪い。負けんだ、こんな試合。こんな試合負けちゃダメだよ。勝たないと、これは。いや、満30本いったな。6月なんだけどな。いや、今の勝ってほしかったな。今のは勝たないとダメよ。ちょっと西海使うか。ちょっと今のはマジで勝たないとダメな試合ですよ。ゴー。おし。ああ、ギリギリ。よかったよかった。あ、マンが10回にホームランってますね。マンすごいね。マンすごいっすね。ホームランめっちゃ打つね。大塚のる感銘。肩 B、守備 C。あ、でもミート上がってんの D だな。え、すごいぞ。あら。ちょっと待って。一気に外野手の幅が広がったよ。ちょっと待って、ちょっと待って。大塚。おぉ、これ強いね。大卒ルーキーですからね、これでね。これはちょっと使いたいですね。小暮か川添かみたいなとこありますね。川添かな？こうかな。ちょっといいね。これは非常にいいよ。アーチボルトかな、下げるなら。しかし16本がなかなか。ちょっとアーチボルトとちょっと併用していく感じでいこう。で、代打は、これでいっか。ああ、いっか。大塚がいいんだよ。大塚がいいんだよ、グリーンだよ。で、アイテムも使えますよ。大塚だったらね。そう、大塚ならね。ミートプラス3。でかいよ。いや、こいつはでかいね。これでまだ海外留学もしないっつうんだから。大したもんですよ。あとは？もうない？隠し持ってないですか？松葉くん隠し持ってないですか？大丈夫ですか？したら、まあ、いっか。とりあえずいっか。今日は小牧が投げるご様子。ちょっと、使ってみるか。ちょっと、長打力が減るのがちょっとあれだけども。まあまあ、でも全然ね、守備が安定しますから。ゴー！なあ。いやー、得点力不足かな。これも。9回に松葉が満塁ホームランかな。あ、満塁ホームランだ。しかし遅いね。
序盤にこれをやってくれりゃもっと簡単に試合が進んでたのに。さあ連敗を喫しまして首位陥落しております。ちょっとここいらで阪神戦か、ちょっとここいらでちょっとがっつり勝ちたいけどね。作戦がいってくれっかな。あ、入江いるじゃん、入江がいるじゃないですか。でアーチボルドは入れとくか。ちょっと大塚と軍事を交代で、軍事も規定立って2割9分6厘なんでね、悪くはないですけどね。さあ3番バッターがいなくなったな。2周見れるか。いや、これでいくか。これでいこう、とりあえず。ゴー。なあ、マジか。いやー、ちょっと待って。得点力もないのも、さながらなんだけど。なんでだ。何が起きた。ここに来て、ちょっと、調子を崩してるな。佐々木さん、頼むよ。ここで一発頼むよ。ちょっと、大塚は使ってみたいな。ゴー。マジで?得点が全然。やばいやばい。連敗重ねて、B クラスになっちゃった。ちょっと頼むぜ。ちょっと頼むぜ、おい。頼むぜ、おい。ゴー。頼むぜ、おい。こんな勝てない。なしてこんな勝てん。なんだ。うわ、一気に4位。ちょっと、調子上げていこう。ちょっと、矢島作戦いこう。ちょっと、調子上げていこう。みんなで。みんなで調子上げていこう。ちょっと、アーチボールとか打ってねえな、全然。舐めんな。舐めんなよ。おい。ああ、よかったよかった。ああ、よかったよかった。やっと勝ってた。大塚が打ってくれてる。よし。ちょっと、アーチボールとか、ちょっと思ったより打ってねえな。ちょっと、外野の、ところをちょっと変えつって感じかな。よし、久々に勝った気がする。馬場さんのままでこうかな。これでいこう。うん、ゴー。おー、よかったよかった。うわー、馬場さんありがとう。ギリギリだな。松葉がなんかいいとこでホームラン打つね。松葉がまたいいとこでホームラン打つんだこいつは。打率に関してあんまり期待しないんだけど、ホームランは期待できるな。おー、いいぞ、いいぞ。はい。まあ、月間 MVP はね、そんな簡単に取れないわな。さあ、気づいたらもう7月と。なかなかいいところまで来ましたな。なんかアイテム使えないかしら。おー、矢島作戦!スタミナプラス8。スタミナ A になっちゃった。まあ、ならないようになった方がいいか。ならないよりは。そう、鍵山いいんじゃん。鍵山を入れなきゃ、そろそろ。そろそろ鍵山もいるんだ。丹野も深田もいるんだ。君塚もいいんじゃん。どうしたもんかね。誰を外そう。馬場さん外せねえな。佐竹。佐竹さんかな。活躍する気すんだけどな。佐竹にするか。うん。で、君塚も入れるか。誰だろうな。まあ、小牧かな。ちょっと小牧と変えてみたい。しかし、まあ、中継ぎが安定してるな。堀尾がすげえな。堀尾と堀部がすげえな。安井系がもうちょっとだな、なんか。よし、じゃあこのまま行きましょう。まあ、3ゲーム差とはいえね、まだまだこっから勝っていかなきゃいけないんだ。さあ、今日は君塚。君塚もいいピッチャーなんだよね、結構ね。松葉が絶不調。どうしたもんか。こうかな。いけるだろう。頑張れ。うわぁ。いやー、いいピッチングしてんだけどな。なんかうまいこといかねえな。いや、すげえ慣れ、おぉ、すごい。いろんな人が。大城って誰だっけ?大城なんかいたか?取ったか、そんなやつ、大城。あ、大城か。普通に大城か。普通に大城だった。普通の大城か。セコンドで使うにも平沼さんがいるからな。
まあいいや。ちょっとこの下位チームとの対決はね、勝っていきたいんだ。下位チームと戦う時はね、本当に勝たないといけない。で、アーチボルドがめちゃくちゃ下がってんな。どうしたアーチボルド。2割5分って。ゴー。よし。結局打線のつながりなんだな。影山が復活したな。完封だろ、これ。よしよし、OK。OK。よし。やっぱ下位チームに負けてらんないんですよ。同じ B クラスとは思えないぐらいの力の差を見せてやろう。よし、カドカド。作戦か。作戦使っといて。ちょっとアーチボルドがな、ひどいんだよな、結構。いけ！あーん。あら。安いけ。しかしまあ、どうにかこうにか追いついて。松葉のノリ。松葉のノリノリはこれでかいんじゃないか？松葉のノリノリ。松葉ノリノリはこれ、かなり、ここでの重要なファクターになる気がする。ちょっと見てみますか。潜在能力データを見てみよう。で、松葉が、なんかあるかな、取れるやつ。守備練習ぐらいしかないな。守備練習させてみるか。何の練習させるんだっけ。積極盗塁か。まあ、大事っちゃ大事か。積極盗塁は取らせとくか、とりあえず。その後守備練習させよう。さあ、松葉ノリノリ。これはでかいよ。こうかな。5番で思い切って使っちゃう。どう？よっしゃい。大塚が打つね、でもね。いいね、大塚がね。大塚がなんだかんだちょっとずつホームラン打ってくれるから助かるな。いいよ、いいよ。もう何だい？ああ。今年はなんかあんのか。金メダル的なやつが。くそ、関係ないのかな。でもなんか選ばれそうだな。何人か選ばれそうじゃない。坂根が選ばれてるね。坂根、堀部。ピッチャーは坂根と堀部ぐらいか。あ、八木選ばれてる。うん。あ、米村。あ、万も選ばれてる。すごい。あー。外野足りるこれ。外野少なくない？大丈夫これ外野少なくない？なんか。まあ、いっか。でも、3人も選ばれちゃった。すごいぜ。万も選ばれて。こんないいことないよね。こんな嬉しいことないですわな。よしよし。さあ、巨人戦。首位巨人戦ですよ。ここはね、一個ね、この、なんか、影山さんでも投げてね。一気に試合をつけたいですよね、こうね。アーチボルトでいいのかっていうことはあるよね。こっちでいいんじゃないかっていう手はあるよね。さあ、これは、こうだろう。これでいこう。あれこれ、高速試合？通常試合？どっちだっけ？わかんねえな。うん。2019の更新がありまして。2019やってますけども、なんか、ソシャゲですね。あれは、なんだっけ？名称甲子園は完全にソーシャルゲームですね。なんか気持ちよくないですね、やっててね、あんまり。さあ、首位巨人です。勝ちましょう。1点取られた。さあ、しかし点取ってるよ。援護しろ、援護しろっつって影山を。OK！ ありました。影山さんが完投勝利です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、会場。OK！ 6勝6敗。マンモ34号。これ50号いっちゃうんじゃないこれ。よいしょ、曲いけ。いいぞ。あ、帰国してくるらしい、近田が。近田の帰国が発表された。32だっけ。これは取りに行かねばな。さあ、来ましたよ。もう一試合ぐらい見たいですね。岩谷さん。ちょっと不安ではあるけどね。不調だけど。まあまあ、でも、これはね。ちょっと大塚と、
アーチボルド。アーチボルド絶好調だったらちょっと使いたいな。これでいくか。これでいきましょう。さあ、近田が帰国してくんのか。楽しみですね。近田 32?31? マント同期だよね。これは取りたいね。もし今年優勝できなくても、来年近田が帰ってくると思えば打線のつながりはだいぶ安定するね。うん。メガネのエース。メガネのサワン。さあ行きましょう。2連勝とシャレコも。おい。おーしよし。ああ。おーし、点取り返せ。2点。あと、おーし。あと1点。おっしゃ。おーし、オッケー。なんだ?あっけない幕切れ?押し出しかな?まあ、さよなら。何があったんだろう。あっけない幕切れだから多分フォアボールかなんかだと思うんだよな。堀部7勝1敗。すごいね。見てみましょう。フォアボールライト前ヒットで多分1、3塁でサードゴロでホーム転送して間に合わなかったのかな。あっけない幕切れだね。確かにね。守備側のミスというか。しかしまあよくやった。これで2連勝。さあ3連勝いきたいね。馬場さん絶不調。これはちょっと投げさせなんねえな。君塚でいこう。でアーチボールドも全然打ってないんだろうな。全然打ってないんだろうな多分な。一応絶好調のふりしてっから使ってやってっけどさ。一応大塚がな3割残してっからな。近田と大塚というね、こう果たしてどっちが勝つんだろうかっていうのはちょっと感慨深いよね。果たして新しい大卒ルーキーなのか、それとも往年の名選手なのか。まあでも近田だろうな、さすがにな。アーチボルトが暴れくらってくるんだよね。アーチボルトと軍事が三田村がいるからね。うん。さあ君塚さん行きましょう。アーチボルトがレフトを守ります。不安です。先制点は許します、もちろん。しかし逆転、逆転、逆転。いいね。3連勝やりました。漫画すごい、すごい漫画勝利に貢献する。いいですね。はい、勝利と。35号すごいね。スリーランかな。うん、ツーランか。いいですね。これ50本いっちゃうんじゃない。よし、3連勝でだいぶ追いついてきました。そして首位中日戦か。ずっと首位戦が続くな。いやー、ここはもう首位でターンしたよね、前半戦。ぜひとも首位でターンして気持ちよく終わりましょうや。さあ行きましょう。今日は入江なの?まあ入江しかいねえか、この感じだと。どうしようかな。打線のつながりを考えていこうかな。うん。松葉が打ってんのかね?わかんないけど、打ってくれてると信じよう。ゴー。さあ、ここで勝てば、並びますな、首位に。ここでさ、打ってみてさ、首位と並んだらさ、最高じゃない。さあ、行きましょう。名古屋ドーム。13回戦の模様をお送りします。うん。いいぞ、頑張れ、ドラゴンズ。燃えよドラゴンズ。下位打線が怖いからね、結構ね。点取ってやれ。おーし、OK。もう1点。あー、おし、あーし、もう1点。あー。まあ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 、引き分けならまだ、負けないよりマシか。引き分け。ライトトップワンワンに打たれてんな。でもソロホームランでよかったよ。うん。まあまあ、下位打線がね、全然打ってないですけど。大塚が打たなかったか。なんかね、ここらでアーチボールとかね、一発でも打ってくれれば、試合が変わったんだろうけど。そういうとこだろうね、多分ね。アーチボールドをちょっと使わなきゃいけないかな、今日は。今日はアーチボールドの人見た。
君塚2連投はないだろう。矢島作戦。でも大塚好調だな。まあまあちょっと一発が欲しい時があるからな。これでいこう。ゴー。よし、オッケー。まあアーチボールではなかったですけども。松葉が3ランかな。矢島作戦が成功したね。2ランだ。連勝記録5。来ましたよ。5連勝で一気に首位に。川添流し打ち。5連勝で一気に首位に立ちました。さあ、ラスト1勝すれば、どうにか、連勝じゃねえな。まあ、どうにかこうにか首位で、首位になることができると、いったところですな。さあ、流し打ち。どうしよう、なんか覚えさせるか。意外性とかね。意外性マジででかいからね。一気にパワー80になるからね。試合状況によっては。意外性はすごくでかいっすよ。さあ、ここで、首位で、行きましょう。パパさんでいいか？ちょっと無理してくれ。で、大塚。ちょっと大塚で行こう。松葉も打ってんだよな。2割5分ながら。なかなかこのパワー、なんだろうね。この身体能力だけで野球やってる感じがね。しかし、守備もうまいからね。これで行こう。ゴー。うわー、マジか。あらあららら。松葉がでもホームラン打ってるな。1ゲーム差か。いやー、うまいこといかない。いやー、まあ1ゲーム差で2位で折り返すならいいでしょ。ういうい。さあ、オリンピックがあんのか。オリンピックは試合操作すっか。なんか操作するの面白いんだよな。オールスターゲーム。うちからはまあまあ、出てるのか。結構あれなんじゃない？満36本ってやっぱちょっと異常なぐらい打ってんじゃない？うん。ホフマンより打ってるよ。ホフマンより打ってる。36本。36本はなかなか追いつけないでしょ。うん。いいんじゃない？頼れるね。頼れる4番。おお、勝利と。お、魚が勝ちつきましたね。ホフマンが超打ってるね。よかったよかった。いやー、ついにセ・リーグの5番を務めることになりましたね。日本の何番なんだろうね、そうなると。さあ、次だ。ゲーム差縮まんねえかな、どうにか。赤配縮まらないかな、ゲーム差は。縮まんないっすね。なかなか、オールスターでは縮まんないっすね、なかなかね。難しいもんがあるね。うい、軍人能力を取れてる。知ってるさ、そんなこと。とっくの前に知ってるさ。さあ、それでは、このまま、オリンピックに行きます。オリンピック戦は、なんとなく、マンでも操作でもしようかな、そしたら。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりますか。はい、次回はオリンピック編です。それじゃあまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。